はい、会場練習終わりました。調子はどうですか？あ、まあまあです。まあまあですか、はい、頑張ってください。調子どうですか？最悪です。最悪ですか？頑張ってください。調子はね、今日はね、まあまあかな。頑張ります。
4番スターを豊島高校の中村さんお願いします。続いて第4番スはい、予選リーグ終わりました。お疲れ様で す。どうでしたか。そうか、あ、全日程終わりました。一勝いっぱい、一勝です。いや、まさか相手がリスナーさんだとは。そうだ、視聴者、視聴者でしょ。はい、ちょっとびっくりしました。研究されてた。あ、まあ負けた人は研究されてたり、勝った人は研究されてたり。そうですね、負けたんだ。まあ、次頑張りたいと思います。はい、頑張りましょう。はい、一試合に頭が真っ白になってしまって、なんか、かなり情けない試合しましたけど、週一の県チャンピオンで勝ったね。よっ、ちょっと見てた。知らない。そうなんですか。知らない。小6、小学校の時チャンピオン。なんか、そうなんですね。かな、かな。ロビングが効いてない。ロビング効いてましたね。私、天井がもう遅くなくて、もうスマイルでやらない。あのスマイルの練習場でやらないようなプレーがいっぱい見れて、ロビングはですね、あげれないので。まあ次ね、また頑張って。強かったですね、うん、ピッチが速かった。バックのね、やっぱサーブのキレとかバックのこうキレが違う、ね、やっぱね、最初ミス多いけどだんだんミスしてくれるから。フォアが入り始めましたね。で、俺の攻めもさ、やっぱこうカウンターで狙われたりとかさ、軽く入れるだけじゃない。でも最後気づいたら、しっかりやっぱり自信持ってレシーブしていった方がいいなっていうところ、はい、やってる練習で間違いはない。さあ、次は市民祭です。市民祭頑張りましょう。頑張ります。その前に諏訪湖一周マラソンしないといけない。諏訪湖オンラインマラソン申し込みしたから。そうなんですか。ついてきて。え、自転車でいいから。え、走らしてる。走るのやだ。母ちゃん言ってたよ、そうも走らせてくださいって。それ前じゃないですか。違う違う、余計なこと言いやがって。では、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。